にちは、Gです。今年最初の動画は VPN ゲートのお話とネットワーク速度のお話、2本立てです。VPN？ ラズパイで VPN というと VPN サーバーを立てたとか VPN クライアントのインストールとか、でもそんな話はしません。この動画はラズパイを日常的に使う PC として評価することにありますから、どうやって VPN をうまく使うかがテーマになります。 VPN といってもいろいろあるんですが、今回はオープン VPN を取り上げます。はじめに、なんで VPN なのか、インターネット利用時の問題点を考えてみます。国家がファイアウォールを設置して特定のコンテンツを制限したり、国民を監視するなどが今も多くの国で行われています。幸い日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国などでは、国によるファイアウォールの設置は法律で禁止されています。国連人権理事会でも、インターネットアクセスは市民の基本的人権であると決議されています。まあ人権理事といってもロシアや中国も理事国なんで怪しさ満載ではあるんですけどね。画面をご覧ください。緑はネットが自由な国、黄色は一部制限がある国、紫は制限や検閲がある国になります。ネットの世界も不自由で溢れてるんですね。アメリカは緑？紫じゃないのかな。検閲とか締め出しとかやってますよね。でもファイアウォールが設置されてても、それを乗り越えて自由にネットにアクセスする方法の一つが VPN です。インターネットを利用すると、あなたの IP アドレスが記録され、行動パターンが解析されて、広告発信などに使われることがあります。いい感じの広告がいいタイミングで来るのはそのためですが、言い換えれば IP アドレスから個人特定される可能性があるということです。VPN を使うことで IP アドレスを隠すことができます。特に公衆 Wi-Fi はザルで情報ダダ漏れ。そんな時こそ VPN が必要なんですね。前置きが長くなりましたが、実際に VPN ゲートを見てみましょう。画面の URL をブラウザーで開いてください。このサイトは筑波大学による学術実験プロジェクトで、ソフトイーサーの技術がベースになっています。したがって、かの天才プログラマー、のぼり氏も関わっているのでしょうね。ここでは多くの VPN 中継サーバーが公開されていて、無料で利用できます。中継サーバーは世界中のボランティアによって運営されています。ただし VPN 中継サーバーをすべて公開すると、それらがブロック対象になる、いわばいたちごっこになるので、毎日異なるサーバーが公開されています。私の場合は毎月サーバーを更新していて、何月のサーバーといった名前に変更して、複数のサーバーがいつでも使えるようにして、運用しています。サーバーの選び方は、回線品質が高速かつピング値が小さいものがあなたにとっていいサーバーになります。サーバーには DDNS 名にパブリックの文字が含まれるのとそうでないものの2種類があります。パブリックがつくものは停止することなく安定して動作します。そうでないものは一般企業や個人運営のサーバーになりますが、ポート制限が少なく、比較的高速なものが多いのですが、不定期運用なため、利用できないことがあります。回線速度や安定性は、中継サーバー次第なので、いくつか試して、快適な中継サーバーを探しましょう。では実際に OpenVPN を使ってみましょう。ウェブサイトで中継サーバーを選んで OpenVPN の欄で
OpenVPN 設定ファイルをクリックします。この時は別タブで開いた方が便利ですね。ホスト名が埋め込まれている OVPN ファイルをクリックしてダウンロードします。TCP と UDP 2つある場合は UDP の方をダウンロードしてください。ダウンロードされるのは拡張子が OVPN のテキストファイルになります。何個か VPN ファイルをダウンロードしてください。ラズベリーパイ OS での OpenVPN の利用はちょっと厄介なので、今回はパスします。Ubuntu Mateの場合はとても簡単です。ネットワークアイコンをクリックして、VPN Connections から Add a VPN Connection を選びます。中央のポップアップメニューで Import a Saved VPN Configuration を選んで、Create ボタンをクリック。ダウンロードした VPN ファイルを指定してください。またはコントロールセンターから Advanced Network Configuration を選んで、プラスアイコンをクリックすると、ポップアップメニューからも Import a Saved VPN Configuration が選択できます。再度ネットワークメニューの VPN Connections を選ぶと VPN サーバーが選択できます。VPN サーバーを選んでうまく接続できるとネットワークアイコンが変化します。サーバーによって接続できないことがありますのでその場合は別のサーバーに切り替えます。ブラウザーを立ち上げて画面の URL を表示します。こちらは今の接続情報を表示するサイトです。ご覧のように今は茨城からアクセスしていることになっています。実際には茨城から500キロ以上離れたところからですけどね。IP アドレスもマスクされ、異なる値になってます。すべての国ですべての中継サーバーが利用できるわけではありません。例えば欧米のサーバーは日本からは利用できないようです。また国によっては DDNS ではなく IP アドレスの埋め込まれたファイルが必要なことがあります。それでもダメな場合は諦めて別の中継サーバーを試します。パブリック以外のものは接続できないことがあって、トライアンドエラーで最適なものを探さなければなりません。中継サーバーのスペックや混雑具合でネットワークが極端に遅くなる場合は、早いサーバーに切り替えます。目安として、通常接続の半分程度までの速度低下なら、早いサーバーと言えます。2本目の話題です。ネットワーク速度。なぜ誰もこれを話題にしないんでしょうか。ラズベリーパイのネットワーク遅くないですか。 Mac から検証の様子をご覧ください。以前から遅いんじゃないかって感じてたんですが実測してみました。他の影響を受けにくいように早朝に端末1台だけ接続する環境でラズパイと Mac を測定比較してみました。 Google と FAST の2種類のスピードテストで計測しました。繰り返しテストしてダウンロード速度はおおよそ 600Mbps 前後でした。続いてラズパイで同じテストを行います。もちろんこの時は Mac はオフラインです。ラズベリーパイ OS 64bit と Ubuntu の比較もしたんですが、同様の傾向でした。いずれの OS も IP6 が有効であることを確認しています。また、DNS が未設定でしたので、
DNS 設定も試しましたが、結果は同じ。結果はご覧のように、ダウンロード速度はおよそ 170Mbps 前後でした。Mac との比較では半分以下の速度ですね。Wi-Fi も同様に大きな速度差がありましたので、ネットワークコマンドラインで確認してみました。レートの値はいいんですが、実測では 5GHz で 70Mbps、2.4GHz で 40Mbps 程度しか出ません。テスト環境は次の通りです。ギガビットイーサーと Wi-Fi 5サポートのはずですが、そんなスペックの速度出ないようです。この問題については、ネットワーク関連のファームに問題があるか、またはハードのスペックを出せないような何かボトルネックがあって、意図的に速度制限をしているかなどが考えられます。いずれにせよ、ラズパイのネットワークは遅いことが確認できました。日常使いなら問題のない速度は出ていますが、カタログ通りではないということです。ご覧いただきありがとうございました。長い正月休みもコロナ対策で外出を控えていました。蛍光灯を LED 化すると言い訳して、欲しかったドリルドライバーを買いました。廃坑機の製品です。とってもいい製品でお気に入りです。でも効かない会社だなぁと調べたら日立工機だったんですね。そっか、日立グループじゃなくなったから立ちの字を取って廃坑機に変えたんかな？それとも社長の名前だったりして。ではまた次回。